今回のレッツスポーツイン隅田は学童野球を盛り上げるため力を合わせている合同チーム隅田コンドルスと双葉ブレーブスをご紹介します。夕闇迫る午後6時30分、元気な掛け声が校庭に響き渡っています。これから始まるのは学童野球チームの練習ですが、実はここにいるのは2つのチーム、隅田コンドルスと双葉ブレーブスの選手たちなんです。近年の少子化や野球人口の減少の影響もあり、部員の減少が進んでいた両チーム、そんな中2022年、野球をやり続けたいという子どもたちの希望を叶えていくため、この合同チームが発足しました。まず低学年はですね、本当に人数がいなくて、もう組んでいただくしかなかったんですね。高学年の方は何とかそれぞれ人数はいたんですけど、やはりそのギリギリの人数ではちょっと試合ができないっていうことで、私の方からブレイブさんにお願いをさせてもらいました。合同チームになることについて何か不安などはありましたか？不思議に不安はなくてですね、お互いのチームの選手知ったんですけど、一緒にできる喜びの方が多かったですね。やっぱり競争できる選手がいたんで、その代の、2年前の代の6年生もそこがいい刺激になって、相乗効果で王杯っていう大会も優勝できましたので、そこは本当にお互い助かった点かなとは思ってます。発足からわずか2年にもかかわらず、抜群のチームワークを誇るこの合同チーム。現在総勢22名の部員が週5日、区内の小学校や少年野球場での練習に励んでいます。チームスローガンはプレイヤーファースト。それぞれの部員のレベルや目標を尊重する学童野球チームを目指しています。それではここからは部員紹介。まずは小学1年生から4年生の部員が活躍する低学年チームから。入部したきっかけは何だったんでしょうか？お父さんに勧められて入りました。友達もいるし楽しいなと思いました。では将来の夢は何でしょうか？メジャーリーグに行って中心選手になりたいです。最初野球は興味がなくて、でも入って楽しいなと思って3年間続けてきました。メジャーに行って大谷選手の記憶を超えることです。お姉ちゃんが野球やってて面白そうだから入りました。すごいかっこよくて、そんな選手になりたいなって思いました。きちんとダメなところはダメって言ってくれて、いいところから褒めてくれたり、優しい。野球の魅力は走塁も守備も攻撃も頭を使わなきゃうまくいかないところがあるので、そこを考えてやるのが野球の魅力だと思います。将来の夢はプロ野球選手になってショートを守って活躍することです。そのためにはどんな練習が必要になってくると思いますか？毎日チーム練習も来て体力もつけて、個人個人でもう練習を積み重ねていけばちょっとずつ伸びていって、それで源田みたいな選手になると思います。ここからは高学年チームの部員紹介。チームの雰囲気もすごくいいし、最初はコンドルス3体だったので、その時もブレコンになっても変わらずいい雰囲気でいいと思います。コーチに僕のお父さんがいて、一緒に練習に付き合ってくれて嬉しい。じゃあ野球姿はどうですか？キャッチャーで肩も強いしかっこいいです。プロ野球選手になりたいです。大谷翔平みたいな選手になりたいです。ムードメーカーだとお聞きしたんですが、どのようなことをされてるんですか？溜まったランナーなどを、ヒットで打って返して点を入れたりします。今ピッチャーやってもらってる江ノート代表、あの人がよく叱ってくれてチームの雰囲気が上がるのでいいと思います。叱られて怖いなって思うことはないですか？あります。でも続けるにはやっぱり理由があるんですよね。はい、野球の道具とかでお金がかかって、毎日お弁当とかを作ってもらってるお母さんたちに、なんか野球をやめちゃうと道具とかの問題になっちゃうんでダメだと思います。
エースとして心がけていることって何かありますか？みんなに頼りにされることを大切にしてやっています。みんなが頑張っていてちゃんとみんなも頼れるチームだと思います。将来の夢はプロ野球選手になることです。打てるピッチャーになりたいです。そんな個性豊かな部員たちを引っ張るのは2人の主将、墨田コンドルスの筒井選手と双葉ブレーブスの木村選手です。合同チームをまとめるために心がけていることはありますか？野球をしようと気持ちで一人一人に声をかけています。仲間が頑張っているときは応援して、失敗したときはフォローしてあげます。すごく楽しいチームで明るくやってくれる。合同チームになって人数がいっぱいいるから友達がたくさん増える。プロ野球選手で活躍して有名になれる選手になりたいです。おー、どんな選手になりたいですか？大貞治にでした。かっこいい。積極的に声を出してみんなのことをうまくまとめるようにしています。合同チームはまとめるのが難しいけど多い人数でみんな仲良くできてるので、そこはいいかなって思います。野球の魅力はどんな状況でも諦めなければ勝つ希望があるということだと思います。キャプテンとしての今後の目標ってありますか？チームをしっかりまとめて何か一つの大会で優勝できることを目指します。合同チームの発足から2年、抜群のチームワークと野球への熱い思いで熱心な練習に励んでいる部員たち、その成果は一昨年の王貞治杯王座決定戦での優勝など着実に現れてきています。そして合同チームの両監督はその先の未来をどう思い描いているのでしょうか？野球は私も考えるスポーツだと思ってるんですけど、考えることをしながらまたその考えるためには準備しないといけないので、その準備をすることがすごく大事だよっていうことを日頃常に教えております。確かに今日子どもたちにインタビューさせていただいたんですが、考えて野球をするという言葉がとっても多く聞かれました。ああそうですか、それを分かってくれたら非常に嬉しいですね。まずは墨田区で勝ちたいということで、その後に上部大会に行って、いい成績を残したいというところが目標です。私の方針としてはやっぱり悪いことは悪いってはっきり言いますし、ふざけてたりとかそういうことに対しては私はかなり厳しく怒っていると思います。ただやっぱり野球のプレーに関してはやっぱりもうエラーとかそういうのは当たり前に出るんで、そこはいいからしっかりとその次の動きをしっかりやっていこうということで、一番の目標は僕は学童野球って、中学高校まで野球をやってもらうきっかけだと思ってるんで、ここでせっかく増えた子をまた途中でやめてもらっちゃうとやっぱかわいそうなんで、やっぱり中学で野球やってもらうってことが一番の目標にしてます。負けない心っていうか、やっぱり基本的にはどんな時でも辛いことがあってもそこをバネにして伸ばせるような大人になってもらいたいなとは思ってます。はい、墨田コンドルスと双葉ブレーブス、2つのチームが一体となった相乗効果で選手層も指導の幅も大きく広げながら学童野球の新たな未来を築き始めたこの合同チーム、今後の活躍に大いに期待したいですね。高学年の目標は何かの大会で優勝して上部大会に出ることです。低学年の目標は墨田区の大会で全部優勝して強いチームにしたいです。みんな入部してね。絶対勝つ。レッツ